しいラーメン店来ました。来ました。アザブ六本木の間あたりで、はい、初めて来たもん。こんなこんなとこに美術館があることは知らなかった。時間指定なんで並ばないで入れます。じゃーん。入り口こんなです。なんか変身用の杖みたいなやつ入り口のとこです。すごい、みんな黙ってしたし。誰がやってんの、この手で。初めて知った、セーラーヒーローだ。次の部屋はこんな感じ。アニメの中歴史みたいな。まあその見た目のインパクトはあるよね、バーっていう。R ぐらい、スーパーズぐらいまで見てた、うん、絵コンテみたいなね、のもある。どれどれどれ、スーパーとか。あったー。なんか状態がいいやつをこう持ってきたんだろうね。すごい懐かしい。これさ、セーラームーンのウェディングドレスじゃない？作りは、うん、ウェディングドレスかな。セーラームーンのウェディングドレスすごい。アレナピーボグ。やっぱりね、このステッキっていうのがね、女子の心を掴んでやまないから。ステッキっていうのもやっぱありきだ。魔法少女にステッキはありきだから、やっぱステッキが一番。ステッキっていう言葉がね、もうそれが子供の心をつかむ。この辺なんかお祭りのなんか景品みたいな。動けちゃうし、うんうん、こういうのはね、最新だな。僕らはでも大きいお友達、大きいお友達が好きなんじゃないかな。ブラレス人形。あ、本当だ。懐かしいというか、ブラレス人形。すごい。足細っ。ほんと矢沢愛の世界に。これやっぱこの感じ、このなんか月に三日月に乗ってるみたいなもの。これさ、あのなんか、前田敦子のこと佐藤健がこんな持ち方してる。もっと佐藤。もっとこうやって週刊誌撮られてた。多分それ意識したのか。意識してないじゃん。あれなんてあるテニスもいいのか。あ、これはね、カード。これ下敷きとかだ。カードだった。そう、カードだ。カードもね、カードとかシールとか好きだからね、子供はね。そうだね。ゲームになっちゃう。うわ、本当だ。なんか今飴みたいな。あ、だから香水瓶みたいなやつや。ただただ可愛い。舞台版の。あれ、北川景子のやつだよね。タキシード仮面、やっぱりこう見ると芸がないよね、衣装に。歴代仲良し表紙。仲良し懐かしい。
待って。まず、レイヤース、レイヤース、レイヤース、セーラームーンだとセイントテール。あ、もう大きい。バカでかい絵がある。すげえ。これ大集合だよね。大集合だね。時計みたい。これで最後、非常にコンパクトな展示でした。グッズを買うには入り口でこういうチケットをもらいます。グッズ売り場です。やっぱここ一番混んでるな。プリティヒガーデンみたいな、ルナコーナー。だったらでもあれなんかジジイのがいい。これ買うっていうのはどうだろう。後ろがこうなって。結構しまうじゃん。あ、マステホルダーだって。マステ。マステホルダー。ここにいる？ノート。クリアファイルとかいいかも。会社で使うの。一目置かれるっしょ。これでもこういうクリアファイルが一番寒い気がするんだよね。その、なんていうか、そう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 。買うとしたら絶対これでしょ。うん。これもいい。これ以降のメガネケース。これ割とさ、メガネするしさ。メタルバッツコレクション4,000円。すごいやーば、これこういうね、セーラームーンカフェあって非常に良さそうなんですけど、2時間諦めます。なんか大差だけどね、それ。なんか当時はもっとこんなにビルがなくて、うん、もっと木が生えてて暗闇だったらしい。すごいね、魚頂上とかなんか大使の人が住んでるようなね。ちょっと暗闇坂っぽくなった。なったね。坂登り切ったあたりかな。すごいな。これモトアザブヒルズだね。これは有名な松の木があります。ここが高い木がある。日野玲ちゃんの実家っていう設定の聖地。さっきの美術館から歩いてそんな遠くない。10分ぐらいかな。コロナだからないんだね、ちょうどは。すごい、後ろに元麻布ヒルズそびえ立ってんな。やっぱ100均といえばキャンドゥ、キャンゴー世代からしたらやっぱダイソーよりキャンドゥです。アザブコーヒーっていう店を見つけたんで、なんか良さそうじゃない。外の席空いてるし、うん、このアザブコーヒーの向かいにあるマック、これがね、セーラームーンによく出てくるゲームセンターの跡地だった。製品の、うん、まずね、
セーラームーンポーチ、はい、これね、結局ね、あそこ売ってたものの中で一番可愛いんじゃないかっていう、桃の可愛い、面白可愛い、後ろはね、何もない、ただただセーラームーンっていう文字が割となんか安めにプリントされてるだけで、チープさがね、可愛い。ちょっとね、東南アジアとかにあるようなまがいもの感がね、若干中国とかね、それがね、ちょっとね、絶妙に可愛いんじゃないかな。これ例えば充電器とか日焼け止めとか入れてバッグの中からこれ出したら、セーラームーンって書いてあるから、ちょっとね、絶対メイクと思うんですよね、これ。これね、男性にもおすすめです。あ、すごいなんか思った以上にね、なんかチープです。1万円でできてて思った以上にこの辺とかすごいチープ。まあ、ね、900円だっけ、レザーもね、そうそう、そのままでね、ペラッペラ、中身透けるね。うん、でもね、これちょっと可愛いと思う。じゃあ次、これはセーラームーンメガネとか液晶とか拭くとクリーナークロスってやつです。薄いね、普通のメガネ拭くちょっと薄いね。見ようかな。うん、これしか買いませんでした。クリーナークロスは600円、どっちもリースだったんだよね。うん、じゃあ購入品紹介、はい、これでおしまいです。はい、バイバイ。